はい、この度、チャンネル登録者900人突破いたしました。皆さんありがとうございます。ということで、今回将棋大会を、開いていこうと思います。ルールは、将棋クラブ24大阪道場早さんフリーでやっていきます。10分経って音沙汰なしは不戦敗で、接続切れは負け、千日手は、先後変えて指し直しですね。自将棋の場合は27点法を採用したいと思います。同点の場合は、後手勝ちとなります。すべての対局を、私の方で終えるわけではないので、たくさんの方がね、ミラー配信をしていただける、いただければ、こちらとしてはかなり嬉しいので、そうですね、皆さんミラー配信はぜひぜひお願いします。アーカイブはできれば残しておいていただければいいかなと思います。はい、参加資格につきましては、将棋クラブ24の、R のハテナが取れている方ですね。まあ、要するに30局以上指している方となっております。あとソフト指しを絶対にしない方。ソフト指しをしてしまうと、他人にも、自分にもね、後でやんなければよかったって思うことになりますし、本当に皆さんにご迷惑かかってしまうことになりますので、そうですね、ソフト指しは絶対にしないでいただきたいなと思います。まあ、厳粛にね、こちらとしては、対応せねばならなくなりますので、皆さん、そこに関しては、絶対にしないでいただきたいなと思っております。日時は、2019年5月11日土曜日ですね。土曜日の18時半からを予定しております。まあ、ちょっと、そうですね、18時半ちょい前ぐらいからは、こちらでライブは開きたいかなと思います。なので、まあ、当日ギリギリの参加になってしまう方も、多いと思うんですけど、まあ、その際でも、ライブや、Twitter の DM 等で行っていただければ、全然参加できますので、よろしくお願いします。参加方法ですね。参加方法は、この動画のコメント欄に、名前、24の赤目、24の段位を書いていただければ幸いです。YouTuber の方とかも、いらっしゃると思うんですけども、その場合って、名前すごい長い方、まあ自分も長いんですけど、長いとちょっと入りきらなかったりするので、簡易的な名前ですね。自分ロイショシワーっていう長い名前だと思うんですけど、少々みたいな感じになっていますので、こういう感じで書いていただきたいなと思います。YouTuber や YouTube やられてる方に関しましては、大会当日ですね、概要欄にリンクは載せたいと思いますので、皆さんよかったら、YouTuber の方もそうでない方も、たくさんのご参加していただけることを、こちらとしては待っております。皆さん、たくさんのご参加お待ちしています。皆さんでね、より良い素晴らしい大会を、一緒に作っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。お願いチャンネル登録のところでチャンネル登録できますので、よかったらお願いします。おすすめの動画というのもありますので、ぜひご視聴ください。概要欄に私の執筆した電子書籍のリンクありますので、よかったらそこから飛んでいただいて、買っていただいたら本当に嬉しいです。